どうもミルキー塩です。よろしくお願いします。ミルキーラッキー。はい、ミルキー塩です。よろしくお願いします。なんかね、昔っていうかね、大阪の時にね、ライブ出た時にね、まあ言い方悪いんですけどね、まあちょっとね、めちゃくちゃ滑ったんですよね。ちょっとめちゃくちゃ滑って、で、あー滑っちゃったなー思ってね、えらい変な空気になったなー思ってね、でライブ帰りにね、なんかそのお客さんの女の子がね、パーッと走ってきてね、これよかったら読んでくださいって言って渡されてね、なんか手紙かな思ったら、なんかね、もう書類入るぐらいでっかい封筒で、分厚くて、ええー、思って、これ小説ちゃうみたいな、これ小説送るの間違えて僕に出版社や思って送ってきてんちゃうかぐらい分厚くて、ええー、何これ思って、何ですかこれ言ったら、ファンレターですみたいな、ええー、ありがとうございますって、分厚思って。でバーって中見たらね、タウンワーク入ってたんですよね。タウンワークとあと1枚のね紙あって、1枚の紙にね、ネタ見たんですけど、転職した方がいいと思ってタウンワーク入れときましたっていうね。いや、どんないじり方しとんねんっていうね、えらいテロコンないじり方しとんのっていうね、ことがありました。タウンワーク、いや、しかもバイトやし、これバイトやし、転職時でバイトやし、バイトしてるしみたいなね、えらいテロコンないじりしてくんなっていうねことがありました。おかげさまでね、その短枠でね、いいバイトを見つけてね、いいバイトに転職、バイトは転職しましたけれどもね、はい、ということがありました。どうもありがとうございました。